います。足立信也君。午前に引き続きよろしくお願いします。大阪の火災で27人が心肺停止状態だということです。外科医としてだけではなくですね、速やかに回復されることを心よりお祈りしたいと、そのように思います。アルファ株もデルタ株も、検疫で最初に見つかってから市中感染まで3週間です。で、オミクロン株も、昨日陽性だった方がオミクロン株かどうか、今問い合わせたらデルタ株ではないということが分かったそうです。3週間。それから、すべてが置き換わるまで4ヶ月、アルファ株もデルタ株も一緒です。つまりそういうことなんです。コロナウイルスは年に2回ピークがあるということを、認識しておいてもらいたいと思います。ところで、第5波が急速に収束した理由はどこにあると考えておられるでしょうか。5-3に行きます。後藤厚労大臣。第5波が急速に収まった理由については、専門家の間でもまだ分析が進んでいるところではございますけれども、ワクチンの接種が進んだこと、また国民が3密などのそうした対応をこまめにしっかりとやっていただいたということだということについては、共通して言えるのではないかと思っております。足立信也君。第5波で急速に減ったのは、感染者ですか、有症状者ですか。後藤厚労大臣。今申し上げたのは感染者でございます。足立信也君。パネルをご覧ください。日本の感染者数が少ない、1桁以上、10分の1だ。しかし、検査数分の感染者数、感染率、これは変わりません。感染者数は10分の1、検査ももっと1000人あたりで見ると10分の1です。検査を10倍すれば、感染者が10倍になるかもしれない。日本は他国と違って、無症状者、これはパンデミックの原因は、潜伏期、あるいは無症状者がスプレッダーになることです。これを調べていないということです。第5波で急激に減ったのは、どういう人たちですか。後藤厚労大臣。今、先生のご指摘を踏まえて申し上げれば、陽性の患者さんで、あるいは陰性でも検査によって判明のした方たち、それが先ほど申し上げた数字でございます。足立信也君。つまり、行政検査で PCR 陽性者の方々が減ったんです。で、日本のこの検査システムで、発病率、つまり感染者分の発症する方、これは出せますか。後藤厚労大臣。新型コロナウイルス感染症と判断された方については、発生届の届け出が義務化されておりますので、診断時点において、発症、咳など何らかの症状を有している割合は把握可能でございます。足立信也君。それでは、日本のこのデータで発症率というのは出せるんですかと聞いているんです。後藤厚労大臣。
本年7月から10月までに陽性となった感染者のうちの、ハーシス上で、発症症状ありとされている方たちは、ワクチン2回接種済みの場合40から50、ワクチン未接種の場合は60から80ということになっております。足立信也君。日本のね、この行政検査の検査対象というのは有症状者、当初は7度5分以上が4日間以上で、その濃厚接触者、しかし今年になって濃厚接触者は非常に絞られて、検査も本人の判断に追うところが大きい。つまり全体の感染者数というのは日本では分からないんですよ。そこを言ってるんです。後藤厚労大臣。今、お尋ねになっている範囲内で、できる限りお答えをしようと思っていることで、先生のご指摘について言えば、すべての国民を検査しているわけではないので、そのことはそういうことだろうというふうに思います。足立信也君。ということは、重症化率、死亡率、感染者数分のですね、これも日本では分からないということですね。後藤厚労大臣。言葉の定義によるんだと思いますけれども、少なくとも検査をする、それは行政検査に限らず民間での検査も含めてですね、報告義務がありまして上がってまいります。で、そういう中で、検査をした結果として、そのサンプリという中でのそれぞれのデータを有症率とか感染率とかっていうことはできますが、そういうことで政府としては、感染者、有症者というのを補足したものについて整理をさせていただいております。足立信也君。はい、すでに疾患調査ではなくてサンプリング調査で日本は語っているということを今はっきりしたわけです。総理、今後ね、無料検査をやっていくんだと。この無料検査っていうのは日本の統計上、この感染者数のこの統計上反映されますか。後藤厚労大臣。統計の中に行政検査以外の自費検査も、行政検査ではありませんけれども、自費検査も含めて、協力の得られた医療機関や民間検査機関で実施された自費検査も含んで、そういう数字を出すように、そしてなるべく広く取り扱うように取り組んでおります。足立信也君。そうじゃないでしょう。現状はいろんな自治体がやっている検査等で、陽性だった人は行政検査で PCR 検査を受けてください。そして陽性だった人の数が出てるんじゃないですか。後藤厚労大臣。民間検査等で、陽性となったものも、合わせて、入れております。足立信也君。実態とは違いますよ。多くの方がそれを分かってられると思います。ここでごまかしてもしょうがないんですよ。サンプリングになってるってことなんです。でね、そこでなぜ急激に第5波が収束したか、これはワクチンが普及したからです。発症率が減ったからです。だから有症者数が急激に減ったから、感染者数じゃないですよ、有症者数が急激に減ったから第5波は収束したんです。これが正しいで、であるならば3回目のワクチン接種です。これワクチンの効果は、免疫に関しては液性免疫と細胞性免疫っていうのがあって、細胞性免疫は6ヶ月も保たれます。液性免疫、つまり抗体のところが落ちてくる。で、今回オミクロン株は人の細胞にくっつくところが15箇所変異している、30分の15、だから感染しやすいんじゃないかという話になっているわけです。ところでね、3回目のワクチン打つかべきか打たないべきか多くの人が悩んでますよ。2回目で大変な副反応があったという方、相談に来ますよ。でかかりつけ医に相談したら、いや打った方がいいんじゃないかな、いやそれだけひどかったらやめた方がいいんじゃないかって言われる。次に行くと別のことを言われる。本人の判断なんかできないんですよ。そこで参考になりうるのが、今自分がどれだけの抗体を持っているかですよ。この抗体検査も総理の言う無料検査に入りますか。
山際国務大臣。無料の検査には入りません。足立信也君。多くの方が困ってますよ。一度も打てない方もいる、感染したことがある方もいる、2回目大変だった方もいる、自分の抗体が今どうなのかっていうのを知りたいですよ。それが根拠になるんですよ。なぜやらないんですか。勝手に自分の判断で自己責任だって言うんですか。やらない、それはもう決定したことなんですか。ずっとそうなんですか。山際国務大臣。私どもの理解ではですね、この検査を行うことによって、ある意味ですね、その不安に思ってらっしゃる方々、あるいはワクチンを理由があって受けられない方々、あるいは感染が拡大しつつある、そんなステージにおいて、都道府県の知事さんたちが検査を広げるためにやる、そのためのものとして考えておりますので、目的としては、その感染が蔓延することを防止するためのものでありますけれども、そのある意味ですね、その抗体を検査するということになれば、当然、血液検査ということになるんだと思いますので、そこまでのものを政府としてですね、行う状況ではないというふうに判断しているということです。足立信也君。不安とおっしゃるけど、一番不安なのは自分が今どういう状態なのかを知らないからですよ。不安かどうかっていうのはデータがきちんとあって、それを判断するかどうかですよ。判断できる状況にあるかどうかですよ。そのことが大事だと思いますよ。ところで、ワクチンの供給の件ですけれどもね、大分県は接種券の有無を問わず、優先順位をつけて、接種を、3回目の接種をするように知事が決めました。これは2009年の新型インフルエンザの時とほとんど対応が同じです。国が統制管理するよりも、流通を早くしたいんだったら、数が確保されていたら、接種券関係なしに、自治体に、あるいは卸を通じて、供給するような体制に改めた方がいいんじゃないですか、スピード感が大事であれば。後藤厚労大臣。今回、接種券を基本的に作っていただくということで、接種券を通じてブースター接種をお願いするということで考えております。ただし接種券がなくてもどうしても必要でないというか逆ですね、接種券がないことがやむを得ない場合についてはそれを認めるというふうに扱いを考えております。足立信也君。ご案内のように、検疫っていうのは、国内体制を整えるためのある意味、時間稼ぎであります。ただ、3週間経てば市中感染、4ヶ月で置き換わる、この認識は持っていただきたい、そんな中でね、医療従事者の確保、医療機関の確保、ベッド数の確保はおっしゃいましたけど、従事者の確保っていうのはね、結局、医療機関も含めて、日本は234の法則っていうのがあって、公立公的なベッド数は3割しかないんですよ。そこを公的機関で、あるいは公的医療機関で補うっていうのは非常に難しい話なんです。ところで、やっぱりね、行政と医療関係者のコミュニケーションが何よりも大事なんですよ。東京の医療機関への要請はどうも今年の8月だと、大分は去年の1月から連絡調整会議してますよ。この医療従事者の覚悟、何が一番大事で、何をやるべきか、お答えどうですか。後藤厚労大臣。今先生からご指摘のあったように、地域医療の中でどういうその体制が取れるかということでございますので、地域における協議、非常に重要でございます。今回の全体像の作成におきましても、それぞれの都道府県におきまして、地域像、地域の中でどういう対応ができるか。先生のご指摘のとおりだと思います。足立信也君。ウイルスの特性っていうのは、変異を繰り返す、コロナは2週間に1回、だんだん弱毒化して、でも感染力が強まるっていうのが、大体進化の方向性なんです。今回のオミクロン株は、私の試験ですが、
感染力は高い可能性があるけど、どうも毒性は下がっている可能性がある、これが季節性のインフルエンザに近づいていく前兆じゃないかという捉え方もあります。そうした場合に、今、このコロナウイルスだけがすべて無料、自己負担なしと、ワクチン、検査、医療、これはそのうちこの出口を見つけないと、他の感染症、もっと多くの患者さんがいる感染症に対しては、医療保険上の自己負担があるのに、これはいつまで続けるかという目安がありますか。時間が来ておりますので、端的にお願いいたします。後藤厚労大臣。感染症法上無料の行政検査というのが決まっているわけでございますけれども、こうした無料検査の範囲等については、感染状況等を踏まえて、専門家の方々の意見も聞きながら、今後、検討していくものと思っております。はい、足立信也君、終わりにします。楽観的なことを申し上げましたけれども、今はこれは確固たるデータがあるわけではない。ですから、手洗い、マスク、そして換気、この冬、年末年始をぜひ乗り越えていただきたい、そのように思います。以上で終わります。以上で足立信也君の質疑は終了いたしました。次に浜口誠君の質疑を行います。浜口誠君。